湯の肖像画曲演湯1907年2月5日は、中国新代末期の学者、文人。字は、影はじめ、号は、曲演春、在道。1821年、石膏省古州太記吉県に生まれる。祖父は、湯亭。父は、湯広し進む。兄は、湯林。1850年、科挙に合格して、新士となる。 この時主権官を務めた祖国藩は、湯の氏の花内春名をあり、天地名をあでようという一節を称賛した。それを受けて、湯は後に春財道を自身の道合にした。合格後、官僚として管理委員編集、国主環境を治むを務め、その白色を皆豊かみ門から称賛されたことから、1855年には河南学生の地位についた。しかし、 出題した試験の題について弾劾を受けたため辞職。以降、友人の理工省らの援助の元在野で過ごした。1875年、友人の援助で、蘇州の荒れ地を買い取り、湾曲した地形を自ら設計して、庭園を作った。庭園名を、老子道徳教の一節、極速前から取って、極園と名付け、自らを、極園工事と号した。晩年は、 元元が建設した、公衆の書院、故郷少社で講義した。学風は、大臣、王蓮村、王院野の,の官派交渉学を継ぐ。著名な門人として、昌平林、ご小席がいる。1907年2月5日、聖居。早村に、湯平白がいる。公衆市に、湯極園記念館がある。湯は、新末の交渉学的手法による、 諸子学の中心人物として知られる。特に1870年の著書、諸子平木は観光駒もなく明治期の日本でも読まれた。また、孫以上の牧師観光には女を寄せている。湯は日本の感覚にも関心を寄せていた。例えば1866年には、お牛空の論語辞を読んでいる。1877年には、 日本から訪ねてきた観学者の竹添先生と、勘断した。その時のやりとりが、春、財道随筆にまとめられており、勘士さんこの著者、安い側権を知っているか、などの質問を竹添にしている。1九百五年には、竹添の弟子の島田勘とも勘断した。八百八十三年には、日本勘士戦、東映市戦を、岸田銀行と北方新線の依頼をきっかけに、 観光誌、山梨稲川、白川ごと水、広瀬玉草らの誌を検証した。加野直樹や倉石武四郎が伝えるところでは、1906年、春、小柳式田が哲学会の機関誌、哲学雑誌に、湯の哲学という旨の論文を載せたところ、それを知った湯は、私は哲学者だったのかという内容の詩を、春、在道紙編にしたためて答え、 明治日本で構築された中国哲学という新規な学問分野に対し、当事者かつ伝統学術の立場から挙げつらったという。湯は、書家としても知られる。1906年秋、蘇州の名刹観山寺書材の、長次作、文長名国、風教夜白紙碑の修復本国に携わっており、その他本も流通している。湯は、小説家としても知られる。 1889年には、7キャン五儀を刊行した。また、随筆の右大戦艦筆記では、日本を含む各地の北を収録している。500巻余りに及ぶ膨大な著作を残した。大概は、前週の春、在道全書に収録されている。春、在道随筆によれば、竹添は、安井は私も支持した漢学者だが、昨年9月に亡くなった。彼の死により、 日本の読書の趣旨は耐えたと答えたという。その時のやりとりの全容は、島田の遺構集、法予六書集の、春、在道室談にまとめられている。宮内保、小学館日本大百科全書、湯から言葉区、1907年2月5日、京学大使湯くよ、人民も、2020年4月23日閲覧、極園記念館、省政府、 2020年4月21日閲覧。小林武史、中国近代思想研究法有書店。2019年、418ページ。ISBN 9兆7848億9281万1784。AB エビナ2011、P7、エビナ2011、P8、春、財道図技室4第7ページ。中国明学書伝子化計画。 中国古典文学大慶55近世随筆集、初集岩木秀夫商役、春、財道随筆特大2019、第2部1、島田菅の湯訪問、春、財道筆談のワテ尺も収録、エビナ2011、PQ、川辺2013、高坂史郎、フィロソフィーと、東アジアの、哲学、人文研究大発刊、大阪市立、大学、2004年、 1>, 1ページ。倉石武四郎博士講義ノートアーカイブ。講義名。品学外論。東京大学東洋文化研究所。2020年4月21日閲覧。哲学雑誌。21から、国立国会図書館デジタルコレクション。春、財道紙編第13巻64、99、中国哲学書電子化計画。南京総統府。 敵風鏡よる白飛。人民王。2020年4月23日閲覧。川辺 2013P47AB。中国古典文学大計55金星追出集414から415ページ。ありがとうございます。